かのこのこのココシタンタン第1話のネットの反応、感想を紹介します。アベマ最速時点で短めの動画を投稿しましたが、今回は通常通りの長尺動画となります。さて話題のかのこのこのココシタンタン見ますか。日曜この時間帯の各局の編成に悪意しか感じない。鹿の子と筋肉マンとナナレと重なるのなんとかしてほしいわ。どれかを犠牲にせねばならん。ナナレ派ナナレと筋肉マンは、時間が微妙に被ってて見づらいな。なぜかアベマで今日1日、24時間エンドレスで1話を繰り返してたアニメだ。10週くらい見た。数多くの名誉ある賞。答えた鹿すごくね。ナレーションが怪しい声だな。詐欺師だよな。鹿出てきたぞ。鹿がぬるぬる動く。もしや鹿死ぬ？鹿様が見ている？事前のイントロ耐久全然関係ない振り付け。たった1ヶ月で親の声より聞いた歌来たな。親の顔より見たオープニング。キララジャンプすな。今期はキララジャンプしてるアニメ多くね。UDR でダメだった。CM にまで繋げてくるな。西タンタン繋がりだけで CM 入れたのか。無駄に金のかかった CM だな。西の子の子の子西タンタン。角があるってことは男の娘？これ考えてみちゃいけないやつか。脳を捨てよう。ウィットに何があってこんなものを作ったのか。玉川付近は変なアニメの舞台になる運命なの？まあアニメ会社周りに多いし、計画通り。悪い顔。元ヤンなのか。なんかいたぞ。漫画の影響でヤンキーかよ。少年漫画通り部。通り部女子だったか。八王子、日野は暴走族多かったしね。絶滅せずに今もいるイメージあるけど違うのか？未だにいるのか。リベンジャーズからまた増えてきたような。ノリや空気が全体的に。ちゃんとオスメスに言及してて笑った。汚い、テンション下がりました。のこたん、角で釣られても平気ということは、首吊りされても平気だな。ハイエナおるのか日野。ハイエナって物騒な街だな。どうやって助けたの？二人が出会ったあの坂、かなりの急勾配だな。自転車で降りるのに若干の恐怖を覚えるレベル。シーカーシーカー。鹿の角はこんな頑丈じゃない。やべえアニメが始まっちまったぜ。元ヤンで高校デビューから元ヤン隠して青春派ということは、厨房ヤンキーだったということ？そうなら中学で処女喪失？処女判定来ましたよ。はい、いいタイミングで来ましたね。元ヤンで処女とは根性なしだったか。しかも反応する処女判定。周りにビッチと思われてる奴が処女ってバラされるのはギャグとしてわかるけど、元ヤン隠して清楚なキャラに擬態してる奴が処女ってバラされても不運やろ。なんで周りのモブもええ処女なんだ意外って反応やねん。処女をネタにするのってなんか古くない？10年前にはよくあったけど令和にはきつい。つい最近、最終回にハゲ飛ばすイチをいじった人気異世界コメディアニメがありましてな。見た目美人で可愛いヤンキー矢印処女でした。どんなエロ商業誌設定なんだ？公立高校だから同じ中学の連中も入学してそうだけど、ぼっちちゃんみたいに越境入学しないとな。処女が喜ばれるクラス。処女に反応してる頬染めてる女は、井上菊子に何言わせてんだよ。奈良県民しかせん食ってんのか。ガキンコロ旅行で一回食ったけどあんまうまくなかった。ソウルフードだったのか。なんだろう演出がインド映画を感じる。鼻水の次はよだれ。さっきから切ったねえよ。着脱式かよ。今ので取れるならなぜ朝折れなかった。鹿の角はメルカリでそこそこの値段で売れる。キャー、頭外れた。生物ですらなかった。メロンパンネタ。ボーボボかな。ボーボボでダメだった。ノリが平成のギャグ漫画って感じだから試されるな。パロディ多めなところもな。20年前のノリが懐かしいけど若い子にわかるのかなこれ。むしろ珍しいから逆にありなのかかもしれん。ハーブか何か決めてる系のアニメかな。教室入るだけで流血沙汰。シカブ。シシカバブ？筋肉マンと繋がったな。シカブが全国にあってたまるか。メガネ部の精神的続編だな。まあ生物部や園芸部の発展系みたいなものだと思えば。ジョバラウみたいな絵に。FX で有金全部溶かしたみたいな顔してる。やばいやつ来たこれ。神作がエンディング。エンディング作がすげえな実写みたい。まさかの鹿せんべい製造工程。アラブルビレイ作が鹿。過去一番で鹿せんべいへの理解が深まった日だった。オープニングといいエンディングといい内容といいすごく個性的な作品だね。ポカーンポカーン。すごいアニメに遭遇してしまった。前期は西武池袋線沿線がヤバいと思ったけど、今期は玉界隈がヤバいアニメか。エロが足りない。のこたんが中身見せてくれたのに、ノリについてこれない奴は見なくて結構という圧がすごい。
有名部位のママがイカれた漫画描いてるみたいな身内ネタ 100% だった作品だからな。もともとアニメ化してしかも放映前にハードルぶち上げたのほんま謎だ。作者はホロライブで推しをママで呼ばれてる人か。原作者がキャラデザ担当してる V が宣伝してたから、その効果もあるんやろな。こういうバカ楽アニメ大好きだけどなかなかないから根気あって嬉しい。やっと見れた、なんというかシュールの一言。鹿ぶって鹿の世話する部活なのか、世話する方が部長なのは納得だけど実質的に召使いだよなこれ。エロに逃げないあたりは好感持てて好きや、下ネタにも走らんで面白いのならさらに好感持てるな。原作知らんけど、鹿の子の子の子腰タンタン。鹿の子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 腰タンタンだよ。鹿の子の子の子腰タンタン、鹿の子の子の子腰タンタン、つまりタイムリープ物か。鹿ってこんな感じっぽい。キルミー5割、ポプテキピック2割、プラスチック姉さん2割、ボーボボ1割。写真ちゃん10割だと思ってたわ。冬アニメ、生ラメン恋ギャル矢印北海道、ボンの道矢印広島、春アニメ、変人のサラダボール矢印岐阜。今年のご当地アニメの流れを切らないように奈良県民はこのアニメを絶対盛り上げろ。中舞台は東京都日野市です。マジ？奈良の鹿公園とか出てくるんじゃないのか。オープニングが洗脳ソングすぎる。最近ずっと脳内再生される。アベマの24時間耐久で癖になりその後 YouTube で1時間耐久を毎日見なきゃいけない身体になりました。音符鹿の子の子の子腰タンタン風決まってる。頑張って腰タンタンとかミーム化に成功するまでトントン拍子なのに、肝心の放送をネット先行でバラバラのタイミングで見る形にしたの爪が甘いよな。一体感が欲しいのに。有料1週間先行配信って過疎サイト独占ほどじゃないけどネットバズりと正反対の死の道だからねー。のこたんよく見ると可愛い顔してる。そりゃ可愛いだろ、鹿だもの。のこたんは人なのか人外なのか何なのか、ギャグアニメだから気にしたらダメ系か。僕ことかと同じ種族だろう。藤田咲の声が聞けるだけで価値がある。藤田咲の声可愛い、バッキンバッキンガムよ。耐久動画の映像1ミリも使われてないのは面白かった。有馬かなと僕ヤバの始めを足して角生やしたのがのこたん。 X で半めぐみ3000万回言ったら生歌唱らしいな。来週には聞けそうだが。鹿のこの子のココシタンタン第1話のネットの反応、感想いかがでしたでしょうか。最速のアベマと日付が開いてるので今更で恐縮ですが1話の感想動画でした。普段は期間が少く作品を取り扱うことが少なく、アベマかテレビ放送のどちらに合わせるべきかわからなかったため、アベマの時は軽く触れる程度の動画、今回は長尺の動画に分けるといった措置を取らせていただきました。なので他の同業チャンネルと比べ感想反応が大きく遅れましたことをお詫び申し上げます。2話以降も投稿するかは未定ですが、投稿する場合はアベマ放送を基準にできる限り早めに長尺動画を投稿する予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。